1126年に梨族が築いた町、麗江旧市街に行きました。ただし、1996年の地震とその後の火災で多くの建物が失われたので、今あるのは建て直された新しい町です。ごっそり近代的な町に作り直すプランもあったそうですが、地元の人々の反対で昔の姿に近いものに建て直されたそうです。ここは800年もの間、戦乱のない町でした。ここには城壁がありません。1997年に世界文化遺産に指定されています。もともと麗江は茶箱堂、そして南方シルクロードの要所でした。茶箱堂というのは、雲南省で採れたお茶を馬に乗せてチベットに運んだ道のことです。自動車道ができるまで使われていたそうです。麗江古城には、背後にそびえる中国最南端の雪山、玉龍雪山から流れ出る水を引いた水路と石畳が整備されています。そして、梨族以外の少数民族の文化も入り混じり、独特の景観を醸し出しています。そのためか、中国人にも大人気のスポットです。2004年には、中国最初の世界遺産テーマパーク、麗江世界遺産公園が開園しています。今は、旧市街には漢民族が多く住み、ほとんどの梨族は郊外に移転したとのことでした。そこで、路線バスに乗って、梨族文化を代表する博物館、木府に行ってみました。路線バスで軽いカルチャーショックだったのは、満員時、後方に乗った人のデビットカードを乗客がリレーして、料金箱のそばの読み取り機まで送って戻す習慣。そんなの怖いと思いました。もし自分がどこかに落としてしまったら、どうすればいいんでしょうか。私も前方に乗った時渡されましたが、必ず、はい、預かりました、と元気に宣言して次に回しました。バスには民族衣装の女性がいたので、写真を撮らせてもらいました。言葉は通じませんでしたが、若い女性や赤ちゃんとも目と目で話しました。民族衣装って本当に素敵だと思います。街で民族衣装を見かけると写真を撮りました。しかし、木府で民族衣装を着たガイドのお姉さんはみんな不親切でした。笑顔もなく、トイレの場所を聞いても大体の方角を指で一瞬示すだけでした。そんな教え方ある？大きなお世話ですが、おしゃべりやおさぼりも目に余るほどでした。それはともかく、木府の中はこんな感じでした。改装されてきらびやかになっていました。帰りに市場に寄りました。梨族が信仰するトンパ教の聖地、白水台はこちらです。こちらの動画もぜひご覧くださいね。最後までご視聴ありがとうございました。